こんにちは。今回はですね、常磐線の高萩以北でたまに運転される E531系に乗ってきたんですけれども、これすごいんですよね。グリーン料金を払わずにグリーン車に乗れるってことなんですけれども、これどういうことかって言いますと、普段グリーン車なしの重量編成が運用される、E501系、501系とか E531 の付属編成を2本つなげたような感じの列車が運行されるんですけれども、検査とかで使えない時にたまにですよ、この重量基本編成の E531系が運用される時があります。たまたまその運用にぶち当たったんですよね。この時確かサイコロの旅でトラックさんと岩城に行ってて、その帰りに乗る電車で泉駅で電車を待ってたんですけれども、たまたま来た E531系にグリーン車がついてて、ああこれあれだっつって、ネットで話を聞いたことがあるあれだっつってね、喜んで乗ったんですけれども、あとお客さんがあんまりいなかったんで、このように車内なんていうんだ、車内紹介も伸び伸びとできました。ちなみに E531系は首都圏のグリーン車として運用されてるんですけれども、あんまりなんか E233系とかとは違いがよくわからないですね。E235系とはちょっと違いがもう明確なんですけれども、それ以外のやつとは全然違いが分かりませんでした。ということでね、いわきに着きましたけども、たまにこういう運用が見られるので、もしぶち当たった方はですね、ぜひグリーン車に乗ることをお勧めします。じゃあご視聴ありがとうございました。